シャドーバースしてる男、全員同じ顔。第18回偏見ラジオ始めていきます。この番組は毎週金曜日23時配信、日常にはびこる偏見的な挨拶から始まり、取り上げたテーマに対してフリートークをしていくものです。あっぶね、今初めて挨拶噛みかけたわ。今も噛んだけど、ちょっと最近滑舌が劣化しててやばいねんな。あの、今話した偏見なんですけども、ド偏見中のド偏見やねんけど、シャドーバース、また噛んだわまあかんかもしれん、引退だ引退あのシャドーバースしてる男の顔って2パターンあって、もうめちゃくちゃモデル系のかっこいい人か、もうチーズ牛丼かのどっちかやねん。なんかさっきもね、僕近くのラーメン屋の横に座ってた人がラーメン届くまでシャドーバースずっとやってるの見てたんですけど、もうがっつりチーズ牛丼でしたね。でもなんやろね、チーズ牛丼のあるあるだと思ってんねんけど、なんであの人だってさ、ジーパンプラスパーカーなん？あれってチーズ牛丼のユニフォーム？すいません、自分も人の容姿を悪く言えるほどの容姿を持ってる人ではなかったです。すいませんでした。イケメンな人もいますよね、シャドーバースやってる人。プロの人とかでもなんかモデルやってんじゃないのっていう人が、ガチのプロゲーマーとかね、かっこいいよね。俺もヒゲ伸ばしてみて、なんかダンディなプロゲーマーでも目指してみようかな。さてと、今回も偏見ラジオ第18回目ということでやっていきますね。ついに12月入りました。皆さん風邪ひいてませんか？剣盾が発売してから1年経ったし、最強実況者全力決定戦が終わってから1年と、まあ、本当にね、学生の時と今と違うなと思うのが、時間過ぎるのめっちゃ早感じてきた。多分それだけ学生の時より毎日やることがいっぱいあるから充実してるからなんかなと思ってるんですけど、本当にね、なんか年が進むにつれてどんどん早く感じていく。うん、まあ最近あったことといえば、そうっすね、昨日なんかアンジャッシュの渡部さん、あの多目的トイレでなんか良くないことをした人なんですけど、まあ不倫騒動の件で記者会見してましたけども、この話題さ、確か最初って6月だったよね。寝かせすぎじゃないって思うんですけど、僕だけかな。なんか謝罪会見してから自粛って流れでいいと思ってるんですけど、今回って一回謝罪会見してから自粛しての謝罪会見でしたっけ。いやーね、俺ねすごい思うんですけど、あ、まあ、ちょっと物申しちゃうかもしれないですけど、これまたほじくって誰が幸せになるんって思いながら、ちょっともうテレビに久々にイライラしたんですけど、なんかぶっちゃけ、まあ不倫自体は悪いことなんで僕しょうがないと思うねんけど、取り上げ方なんかもう、あれマスコミリンチじゃないって思うんすけど、みんな同じこと思ってる人いないかな。いいや、渡部が悪いねって言われたら、まあまあ悪いねんけどさ、なんかこう記者からの質問で一個あったのが、行為を行った時はどんな気持ちでしたかってのがあったんですけど、そんなん聞くなよって思うんですよねあの、なんやろ、取り上げるべき情報だけ取り上げて、世間の人に情報として共有するのが僕はマスコミの仕事かなって思ってるんですよ。いや、なんかね、不倫した人がもちろん悪いねんけど、なんかこう取り上げ方にも悪意がある世の中になってるなって思いました。まあ、最近僕が世に不快に思ったことですね。あ、ちなみに、あの大島さんの方、あの渡部さんともう一個の方、もう片方の相方ね、半沢直樹にも出られましたし、 YouTube でも活躍されてますからね。あ、違う、小島さんだこれ絶対やろうと思ってましたまた僕アンジャッシュ2人のコントが見たいよ、好きでしたからね、っていう最近あった出来事を前語りトークを踏まえながら、今回はですね、お便りをいただきました。まあ、の今回ツイッターのダイレクトメールから相談いただきました。あの、ちなみに僕あんまり考慮してなかったんですけど、このラジオ聞いてる人で質問したいねんけど、メールアドレス持ってなくて、メールアドレスを一から作るのが面倒だから質問をしてない人とかってもしかしたらいたりします？できたらメールの方が僕はあの気づけるんでいいんですけど、全然ダイレクトメールでも大丈夫ですよ。こんな感じで今日取り上げたんで、さあ早速紹介していきましょうか。アミュさん、はじめまして。いつも動画楽しく見させていただいてます。アミュさんの人間性と考え方を尊敬してて、いつも偏見ラジオとか聞きながら生き方考え方の参考にさせていただいてます。あの、僕たまに人間性が終わってるとかよく言われますけど、あの癖は強いだけですからね癖が強いだけで、割と人間性とか考え方にはちゃんと芯ありますからね。あの、こういうちょっとしたそういうことは僕は非常に嬉しいです。ありがとうございます。で、実は一件ご相談に乗っていただきたいことがあります。僕は今一人の女の子に恋してます。出会い方はネット経由で出会いました。会って3回目のデートで告白しましたが、年齢差が5つあることと、出会い方がネット経由だから友達に話しにくいという理由で保留にされました。
ただ向こうからはまた会いたいという理由でかれこれ2ヶ月毎日やり取りをしたり2週間に1回くらい会ったりしてます。しかしつい先日電話でやり取りをした時に急に冷めたと言われました。なんでって聞いたところ、その日の前日に話した時に向こうの発言に対してちょっと茶化すような発言をこの人がして、冷める原因になってしまったらしいです。すぐに謝ってそんな言わなかったよってことを伝えましたけど、それ以降彼女からの連絡がなくなり LINE を送っても既読無視が続きます。僕は他の人に比べて比較的に重い人みたいなので追いかけ LINE をしちゃったり、連絡が返ってこないと塞ぎ込んですごく考えて病んでしまいます。僕はどうしたらいいでしょうか。以上です。お忙しいと思いますがお答えいただければ幸いです。ちょうど今もその子のことで病んでおり熱出して寝込んでしまっています。こんな状態をどうにか打破したいです。めっちゃ恋してるやん。なるほどね。まず釘を刺して言っときたいんですけど、ネット経由での出会い方って皆さんイメージ悪いですか？僕も昔小学生とか中学校の頃はイメージ悪かってんけど、僕はもう最近思うねんけど、出会い方がどうであれ恋愛にいい出会い方とか悪い出会い方って正直関係ないと思うんですよね。むしろ今なんてマッチングアプリ使ってる人とかも若い人口の約半分ぐらいになってきてるわけですから、ネット経由がだとか出会い系アプリがとか言ってる人の考え方って多分古臭いと思うんですよね。で、好きで出会って好きで付き合うなんて正直もう2人だけの世界なんで、なんか他の人の目線なんてどうでもいいわけなんですよ。僕的には極論言ってしまえばやけどね。もちろんそれを気にする人も少なからずいるから相手のこともしっかり考えないといけへんねんけど、出会い方がどうであれこの広い地球世界でこの2人が出会えるっていうこと自体すごい確率で、本当にこれはね、一期一会って言葉があるように本当に素晴らしいことなんですよ。だから僕は関係ないそんな小さいことで悩まんといてくれって思います。あとは年の差ね、絶対関係ないと思う。確かに理想はあるよ。自分の年齢プラスマイナス3とかあるかもしれへんねんけど、5年差って誤差じゃないか。僕の後輩ちゃんとかも今25歳で7つ、ごめん通知なったわツイッターの、僕の後輩ちゃんも今25歳で7つ上の男の人と同棲してるんで、正直ね年齢も関係ない気がするけどな。好きになって僕の意見ですけど、好きになってしまっては出会い方も年齢差も正直関係ないと僕は思ってます。俺だって女子大生と付き合いたいよ。で、話の内容を見ていくと、デート3回目で告白しましたよと、初対面からなんかな、わからんねんけど、よっぽど植えてた。がっつきすぎな気もしなくないねんけど、がっつかんと恋愛って動かないからね。で、告白はさっき話した理由、5歳差でネット経由での出会いだからって保留にされてるって話やけど、僕は友達に話しにくい恋愛やったら、もうこの相談してきた人にまた会いたいとか言うなよって思うんですよね。俺なら多分それを言われた時に、じゃあなんで会いたいとか言うの、勝手すぎん、都合がいいと思ってるんやったらやめてほしいって言い返すと思う。で、その後に電話で突然冷めたって言われた話なんですけど、冷めた理由が女の子からの発言に対して、ちょっと茶化すような発言をしてしまったと。そっからすぐに謝ったけど、そっから連絡がなくなって LINE をしても既読無視をされる関係性になっちゃったと。そっから追いかけ LINE をしちゃったりだとか、連絡が返ってこないから防ぎ込んで考え込んでしまってる、どうすればいいんでしょうかって流れですね。この人結構病んでるっぽかったんで、少しでも元気出してもらえたらなと思って、この日のうちに俺なりのアドバイスとか先に返信してしまってるんやけど、同じことをもう一回このラジオで喋るね。まずね、女性っていう生き物は基本的に依存されるのをとても嫌がる生き物だと僕は思ってます。もちろん例外もいます。それがメンヘラ気質のある女の子で、俺が一番苦手としてる種族なんやけど、恋愛感情が重めな男性、今回相談してくれた人、追いかけラインとかしてるところが特にそれやねんけど、なんで返信してくれへんのとか、こう構ってほしい感を自分から出すと、女性ってそれを送ってる側は思ってなくても圧力に感じたりだとか、束縛っぽく感じて自分から身を引く習性があるんですね。これはもう女性の本能だと思ってるんです。で、
ちなみに俺もどっちかっていうとこの人みたいにすごい重めな恋愛をばっかしてきたんで、こういう話をしてるんやけど、相手に依存しすぎた時の恋愛って俺うまくいったことないんだよね。まあこれに限らずうまくいった恋愛なんて一つもないんやけど、特にうまくいかないと思う。自分だけめっちゃ好きみたいな付き合い方とかされてる人結構いると思うねんけど、今の僕の気持ち的には付き合えてる時点でまずその相手とは対等なんで、自分の重さを自分が思ってる人に感じさせるのは男性としては良くないんだよね。まあ今回で言うと多分その茶化したっていうのがことの発端やと思うねんけど、多分そこで謝罪しちゃったのも彼女にとっては良くなかったかもしれん。まあ例えばやけど、その女の子がなんか容姿にコンプレックスを持ってて、それをちょっといじるとかね。女の子ってめちゃくちゃ繊細なんで、自分が気にしてることをこうほじくられると、誰が相手だったとしてもその印象が頭から離れんかったりするのよね。だから女の子をいじるって行為は、まあ場合によっては急激に距離が近くなって仲良くなれるかもしれんねんけど、実は地雷を踏む可能性もある。相談してきた子に言うのであれば、ちょっと雑な恋愛をしちゃったんじゃないかなとは思いますね。女の子って仲良くなるというよりかは、恋愛面でいくとどんだけ大事にされてるかを重視して男性を見てるところがあるんで、まずはそこの土台ができた上でいじらないと基本的に崩壊します。まあこれは相談してきた男の子の悪かった部分だから言うねんけど、まあこれから君はどうすればいいかっていう話をするんですけど、まずはその女の子にですね、依存するのをやめることですね。もちろんこれは好きっていう気持ちは忘れずにって意味、9割彼女のこと、残り1割のことみたいなのはやめてくださいねって話。君のことが頭から離れないっていう状態をまずはなくそう。なんで歌ったんやろうな。で、最初の方は、なんやろ、好きだった時期がずっと多分続いてると思うから難しいかもしれへんねんけど、一旦自分からの連絡を1週間から2週間とか、まあちょっと長めにとってみて1ヶ月やめてみるとか結構効果的やと思うねんな。向こうも告白した後に保留されたけどまた会いたいって言ってくることは嫌いってわけじゃないと思うんで、案外連絡を自分から絶ったら突然向こうから連絡が来るかもしれないんで、まあ君がどんなひどい茶化し方をしたかによると思うねんけど、メールを見た感じ結構ネガティブな恋愛をされてると思うんで、なんやろ、恋愛の駆け引きとかをさ、もっと楽しんでほしい、まあ、ゲームやと思ってポジティブな恋愛をしてほしいかなとは僕は思います。相手もその方が恋愛としてはやってて気楽やし、断言するけどメンヘラ男子でモテないから。でもっと仲良くなってから、もう友達ってなった時に付き合うチャンスを伺った方がいいと思うね。やろ、最初からガツガツ行くのって僕あんまり恋愛としては下手やなと思っちゃうんで、だから見てるとちょっと求めすぎなんじゃないかなって気はする。うん、もしかしたらなんか付き合った彼女と振られて、すぐ新しい女の子に行きたいから今ガッツいてる時期っていうのは深読みかもしれへんけど、君がいないと俺は無理っていう恋愛は、俺からすると相手のことを全く考えてない恋愛って思ってしまうかな。だからたまには自分に寄ってみて、ゲーム風にここで2週間連絡を断つことによって相手は俺を求めんだよな、完璧みたいな感じで、こうなんやろ、恋愛ゲームやってると思いながら気楽な恋愛をすると、多分普通に楽しい恋愛できると思います。で、まあメンヘラ男子ってね、僕もそうだったからわかるねんけど、こんなこと言っても依存するんで追加でアドバイスしとくけど、精神的にもう不安定になってくるんやったら、もう不特定多数の女の子と遊びに行く機会っていうのを作ったりするのもいいと思う。まあ今コロナ禍やからあんまり良くないかもしれへんねんけど、もしかしたらそこでもっと悩みがないいい恋愛に発展するかもしれへんし、なんやろ、恋愛のための遊びって考えずに女友達との遊びって感じにすると、依存しない自分にもしかしたら出会えるかもしれへんし、自分のコンプレックスが治るかもしれへん。ただ俺お前に興味なくなったから今いろんな女の子と遊んでんだよねっていう、その思ってる人の嫉妬を誘うような話の持ちかけ方をするのはガチでキショいんで、絶対やったらあかんよ。思い人に興味ないアピールをして実は好きだったよ、好きなんだよねっていう煽る系の男、高校時代にも僕いっぱいいましたけど、そいつ今独身なんで絶対やめましょうねっていうのが、まあ俺からのアドバイスかな。以上、元メンヘラ男子による恋愛相談窓口でした。いやー、でもね、
俺も多分大学時代はこの相談してきた人とに近い思考で恋愛してたから、いや成長したね俺も。あ、偏見ラジオ見てる女性の方、誰か僕拾ってくれませんか？ってことで第18回偏見ラジオでした。まだまだ質問メールが溜まってるんで、ペースをもっと上げて返していきたいんですけど、こういう問い合わせがあるから成り立ってる番組でもあるので、どしどし送ってください。この番組へのお便りは動画概要欄にあるメールアドレス、またはツイッターのダイレクトメールで今回みたいに受けたまっております。また次回の偏見ラジオでお会いいたしましょう。それでは。